ザパークハウス、浦和タワーは、埼玉県埼玉市浦和区の超高層マンション。かつては、新島富の旧家が所在した。埼玉県内で販売された分譲マンションの中では、過去最高の坪単価を記録している。建設中の様子、埼玉市浦和区の中心部、浦和駅西口の中線道沿いに位置し、旧浦和塾本陣があった場所からやや南にあたる場所に建設されている。 超高層建築物。かつては、新島城の母である、新島富の実家があった場所で、1876年に富の自宅を買い取り、浦和警察署が設置され、浦和警察署が現在地に移転後は、浦和商工会議所が所在した。商工会議所が現在地に移った後も、名店センターとして残っていたが、2014年に老朽化のため取り壊され、跡地が、 三菱自所レジデンスの免震構想マンションとして開発されることとなった。デザインは建築家の渡辺淳が監修し、頂をキーコンセプトに、浦和のランドマークタワーとして長部にティアラを設置するなどの演出を行っている。また、最上階の部屋の価格は1億5588万円で、坪単価は459万7823円と、 県内で分譲されたマンションの中では過去最高の坪単価として注目され、2015年9月には三菱自所レジデンスの販売するマンションで全国1位のモデルルーム来場者数を記録した。価格が1億円を超える、いわゆるオクション10個は12個で埼玉県内では最多となっている。浦和駅周辺では4番目の高さの建築物となっている。ありがとうございます。